奈良県出身のオートバイレーサー。全日本ロードレース選手権で活躍し、1987年には TTF3 クラスのチャンピオンとなったライバーである。1985年に国際 B 級に昇格した田口は全日本ロードレース選手権の 250cc クラスでランキング4位となり、翌1986年には国際 A 級に昇格する。同年は、 TTF3 クラスに2ストロークの NS250 で参戦してコンスタントに入賞した結果ランキング6位となり、この活躍が認められて HRC と契約する。ワークスライダーとなった1987年は3勝を挙げ、部長だった前年度チャンピオンの山本陽一に代わって TTF3 クラスタイトルを獲得して RVF400 の3連覇に貢献した。 1988年は TTF3 ランキング2位となると同時にシーズン序盤には 250cc クラスにもエントリーし2勝を上げてランキングの7位。1989年からは 250cc クラスに専念して2年連続でランキング3位となった。1992年はプライベーターとして TTF1 クラスを戦った田口は1993年。 川崎の実験的な 250cc レーサー X-09 のライダーに抜擢される。しかし6月の鈴鹿 200km を前に川崎は突然 X-09 プロジェクトの中止を発表。このレースで田口が9位になったのを最後に撤退してしまった。同時に田口もロードレースから引退以後は趣味としてモトクロスなどのオフロードレースに出場している。 1987年から1991年までは、ロードレース世界選手権の日本 GP にもスポット参戦し、1991年には4位でフィニッシュしている。引退後は、埼玉県東松山市で有限会社、田口設備を経営。現在はプライベートで、オフロードのエンデューロレースに参戦している。1969年から1987年までの、 ポイントシステム1988年から1992年までのポイントシステムありがとうございます。